人間と同様に動物の血圧は診断や手術で欠かせない重要な数値情報です。この重要血圧モニターは優れたアルゴリズムを備えているため、麻酔や低下なしで正確に測定できます。手術中の血圧を継続的に監視する必要があります。測定結果は折れ線グラフで強制的に表示できます。これらの測定結果を折れ線グラフで表示することができます。血圧変化の異常値を検出して手術時の安全性を確保します。動物のサイズに合った血圧カフを選択してください。動物の手足または尾に血圧カフをつけて本体に接続します。電源ボタンを短く押して言語選択画面に入ります。選択キーを使用して言語を切り替えます。動物のサイズに応じて動物の体重測定モードを選択します。外来で測定する際、電源ボタンを短く押すと1回の測定が開始されます。手術中に継続的に血圧を測定する必要があります。このキーを短く押すと2分間隔で測定します。このキーを短く押すと連続ループ測定モードで測定します。測定結果は折れ線グラフで表示されます。測定中は電源ボタンを短く押して測定を停止し、電源ボタンを長押ししてシャットダウンします。